もしれんやろそんな分からんこと言わんで、こんばんは。うん、あ、りあちゃんに、りあちゃんがね、うん、見たいって。見たい？え、今週はももきょくでおしごなし出てたんだって。え、見てよ、わしがさ、エゴサしたらさ、ももきょくのハッシュタグと言ってさ、何と思って聞きに行ったら、ココハの話やった。なんでみんな流れ玉。あ、なるほどね。ここ聞いた？聞いてない聞いてない。ココハ、りあちゃんがなんか、うん、ココハとご飯行くときに、うん、私がお腹空いたって言ったから、みんなもう誘おうとしたら、ココハが、うん、いや今日はレアちゃんと二人の日なのって言って、私がかわいそうだったこと。でもね、めっちゃ出てんだよね、私も。もう曲、私もめっちゃ出てる。話題でめっちゃ出てる。私も出てる。で、3週間連続出たことあるんだよ。え、それは数えてはないけど、やばくない？エゴサしてら、え、ね、あのその日でなるよ、ね、気づいたら、あ、今日は今日火曜日かってかなる。え、もう曲って火曜日？うん、多分ね。あの、さえちゃんととかの会に私してるんだよね。うん、私、リアちゃんの回全部やんかい。リアちゃん見てるかな。うん、リアちゃんに今ショールームしてるよって言ったら LINE 来た。あ、つ、あの既読来た。そろそろ来るんじゃない。なんか肌ここつきすぎてる。何でしょう、もう魔曲。はぁ、こんばんは。リハ続きでも明日からしばらく何もないから忘れちゃうんだよね。歌いそうになんか歌いそうに、ね、最悪分からんけどね。それ言われた、それ言われた分からんけど、振りがね。こんばんは。リピートねえ、恥ずかしいからやめてくれん。はい、ごめん。音消して、はい、私から聞こえるじゃん、その音、うん、ループすんだよ、だから。え、マジで私も離れない。しかもなんかちょっと近いし、うん、ちょっと離れよう。あんま話せないと見えないんだよね、コメントが見えにくい。わかるね、でも近くすぎる。なんかスマホだとさ、なんか広角あるからさ、うん、近くにいても近くないんだけど、これそんなんじゃないからさ、タブレットだし。スマホで広角でどうやってすんの？広角っていうか、なんか私 SE も持ってんのね、うん、ちょっと古いやつできないんだけど。それ、いや違う違う、普通にもうやった瞬間 SE をめっちゃ近いのに、このもう何、このタピオカメラになってから、タピオカメラタピオカメラになってから、もう自然と多分広角 iPad でさしてもさ、めっちゃ顔近くなんだよね。私も近くなるよ、こうやって。近いのか。上にあるカメラこれ、うん、ここ。あ、私の古いんだ。どこ？ここ？ちゃうこやつ。縦でしたらいいんじゃないんだろう、ショールーム。したら、もう縦でしたらここなの。こんぐらいの線じゃん。ここしかつの。高さ調節する。わかんない。何やねん。こんばんは。いや、文字拡大ね。私のさ、画面じゃできんのよね、多分。そう。ファンのみんな。目線は多分できるんだけど、できなかったんだよね。あ、普通にさ、普通にあれなんかな、もう iPhone のさ設定でさ、この iPhone っていうか設定でさ、なんか文字大きくするとかありやつ、ね、それしたらいいんかな、うん、別にそこまではいいかな、めんどくさいし。なんか私の今の気分は、あのなんかドリンク飲み放題、うん、なんていうっけ、なドリンク飲み放題のドリンクバーでめっちゃジュース飲みたいっていう気分。うん、こんばんは。チャットチャット、マジ変なこと言わんでね、怖いんだけど、マジで眠たい、眠たいです。今日も今日眠たいです。なんか髪ボサボサ、青いがやばい。パフェ行きたい。パフェ、カフェ、カ
いもの食べたい、今ガトーショコラ食べたい。そういう気分じゃない、アサイがいい、マジで。マジアサイ、あのあれで買ったんだよ、100均でさ、アイスパックみたいな、わかる？ああ、あれ買って、アサイジュースをね、コストコで買ったアサイジュースをね、凍らしてんの。なんかアサイピューレみたいなのでもいいっていうね。なかった、アサイピューレ売ってなかった。なんかさ、最近さ、アサイがさ、多分あれだからさ、アサイピューレが売り出してんだよね。でも在庫なかった。え、それなかったの？あ、さ、でもアサイね、知らなかった。マジアサイさ、なんかさ、お店のやつってこうタッパー、めっちゃ大きいタッパーになんか冷凍かなんか分かんないけど、でそれでアイスのあれほじくるやつでこうやってやるんだけど、私もそれしようかなって思った。あ、さ、ブンブンチョッパー作ってんね。で、うん、ブンブンチョッパーをそのままお皿にするんだけどさ、うん、アサイをさ、まあ、100g、 そのピューレンで固めたやつ 100g を目安にしてさ、うん、なんかホーラストバナナとかマンゴーとか入れるとさ、うん、なんかシャリシャリすぎてさ、もったりみたいになんない。よ、だからヨーグルト入れたら今度弱くなりすぎてさ、なんかバナナがいいんだったよ、バナナ。そう、バナナ入れてんだよ、たくさん入れるんだよ。で、冷凍マンゴーとイチゴあるじゃん、それをね、水につけとくのよ、うん、溶かしてから切ってアサイのプールの上に乗っけるんだけどさ、うんうん、ブンブンチョッパーの半分フルーツになってんの、アサイが少なくて、うんうん、フルーツ入れすぎて美味しいよ、みんなが作った。え、なんかさ、アサイ手に入らんすぎてさ、ブルーベリーで作れるってやつあるやん。でもね、私がとさ、みんな前さ行ったやん、アサイ、あの私インスタあげたやつ、うん、覚えてますかね皆さん、うん、そうそうそう、みなとみなと小終わりに、あ、そう、今さっきもさ、オンライン握手会の受付ですね。私が鏡が死んだったら、え、そう、なんかで、その時で、それで私がアサイいたから、スカフェよく行くじゃん、うん、だからみんながこうやって、あの、一致活しに行くの、うん、で、アサイ初めて食べましただって、行ったんだって、同じとこ、アサイプラスっていうとことかの方が好きだもんね。そんなことがないの、はい、全部美味しい。じゃあ甘さ味わかんないんだよね、歯に挟まるの、違いとか、あの矯正中だから、ちっちゃすぎると。でも矯正中だから挟まるし、うん、矯正中でさ、抜歯したんだよね、うん、で、抜歯して一箇所だけが開いたところがさ、矯正したからさ、うん、その内側の歯がさ、外側をさ、埋めようとしてさ、うんうん、2個隙間ができちゃうわけ、その元々やってたこと動いた分、うんうん、だからさ、挟まるのよ、めっちゃ。でもプラスっていうところは自分でね、選択できるから、私は あのグラノラなしで、フルーツだけをトッピングするの、はい、はい、そういうことです。なんかね、50分か、私も配信したい。無理でしょ、あなた、うん、若いよね。え、なんかカラオケとかって16歳未満は6時以降も入れるんだけど、16歳未満じゃない人、うん、だから私とかも16歳だからカラオケ行けんのね、6時以降も、うん、でもミナとカラオケ行こうってなったら、ミナが16歳だから、あ、15歳だから行けないの。そう、行けないんだよね。ちょっとさ、しかもさ、結構遅いやん、ミナ誕生日3月23で、私5月25なんよ、誕生日。めちゃ離れてるくない？うん、1年、10ヶ月ぐらい。12ヶ月離れてるの、だからギリギリだ、遅いよね、マジで。若いね、かわいい、この子。そうなの、だから一緒に行けないんだよね。だからだいたい遊ぶのって7時とかやん、6時、7時に。カラオケってさ、カラオケに行こうじゃなくて、なんかしてカラオケ行こうみたいな流れやん、うんうん、だからってなるとさ、6時とかから行き始めるけど、そしたらもうみんなが無理だから、お子ちゃまだね。そう、若いんだよ、お子ちゃまやん。そうなの、怖い。何そんなこと言わんで、ね、なんて読むのこれ、カニだ、こんばんは。え、みなってこたろうに会ったことある？あるよ、あの、足スリスリしてくれたよ。確かに確かに確かに、怖
たまにおるんよね、なんか小太郎がめっちゃさ急になんか名付け出す人、ね、そうなんかいつ もう宅配の方来ただけでテレビの裏隠れんのね、うん、てなんだお兄ちゃんでもテレビの裏隠れようとしてるからさ最近お兄ちゃん帰ってきただけでもダダダって隠れどっかに。いや私はね小太郎が来てくれたのね、うん、でも私本当に悪いんだけどさ小太郎に、うん、アレルギーだからさ、あの小太郎に会う前に薬2錠ちゃんと飲んで、ね、うん、小太郎に会ってね、最低限だから足で小太郎足に来てくれるじゃん、うん、でも足はさ自分に触んないじゃん、だから私の足で満足してくれこんばんは。あーあああね、でもうちらも高校生だよね、もう。そうだよ。もう昼のコンサート出れるようになっちゃったんだもんね。大人だから。大人だからね。みたい。マジ高校生。お腹すいた。リハは2日間あって。疲れましたもん、普通に。なんか頭使っちゃうしさ、踊るからさ、余計にだよね。公演とかはさ、もう頭インプットしてるからあれだけど、考えることはないけど、公園ってさ、そのさ立ち位置とかもう体が勝手に動くじゃん、うん、え、そうそうそう、だからさ結構久しぶりでもさ、でも意外とできてるやん、そう染みついてんのよ、なんか忘れかけても、あ、ここかみたいな、ういう体が覚えてるからさ、今さパチドラしたらできるかな、え、できない、私もう、ポジションによると思う、ポジションによる、それ私はあのジャンヌの ところだったら多分いける、全然私はどこだろうな、ね、覚えてるのかな、うん、最後手もでも一気にしたんだよね、覚えてない、覚えてない、またかもパチドラなんか何したかも覚えてないんだけど、すごいよね、あんなポジション覚えたね、冒険者したいな、冒険な目撃者、カカガリも好き、私やっぱラムネに出たかさ、ラムネに出たすぎてさ、ね、ラムネしてみたいよね、なんか楽しそう、マジで大好き、でそれを言ったのマネージャーさんに、うん、言ったっけこの話、してない、私がマネージャーさんなんかリハしてる時にさ、レッスン場通ったのね、ナイキの子たちがリハしてる時に、うんうん、それで帰り際にそのマネージャーさんに、私マジで出たいんですけど、ラムネ大好きなんですけどって言ったの、うん、そしたらさ、その人にさ、しべりちゃんってダチョウだよねさあ、素晴らしい、聞いた、しべりちゃんって、しべりって絶対ダチョウだよねって言われた、これね、そう、嘘つきのダチョウは何があるっけね、あのユニット、私でもクロスやりたいから、クロス、クロス、あの、かわいいやつ、ナイスとミーチュー、ねえ、クレちゃんって言ったら、あ、シゲートのさよならまなざしを見ようと思ったの、ずっと忘れてた、さよならまなざし、さよならまなざしをしましたみたいな、うん、よかったよ、そう、かわいい、マジでゲートかわいいね、あ、フィンランドミラクルだ、かわいいよ、でも、お、え、可愛いコンサートさ、何すると思ってますかね、皆さんは、何が入ると思う、か、入ると思うって何をすると思う、可愛い曲でもさ、結構王道可愛いじゃないもん、うん、私はマジ嬉しい、王道可愛いが多いイメージ、なんかみんなの思ってるようなのもあるし、いろんな可愛いがあって、私もさ泣けたと思う最後私がその場にいたらね、うん、あ、うるうるするわ、うるうるしてない、ここ、いや、うるうるして、うるうるはしたけど別に泣かなかった、うん、なんか心に染みてた、ここ腹立てない、口ここ笑わない、泣いてるよ、なんて言ってよ、寒いで、あ、何が入ってるお楽しみって感じなんですけど、ね、そう、可愛い曲尽くしなの、私は嬉しい曲らしいです、楽しみです、マジで嬉しい、できてって感じ、あ、800人違いました、楽
楽しみ。終わりますね。でも全部私やってみたかったよ。うん、かわいいもんね。全部やってみたいって思った曲が。なんかはい、うん、憧れるよね。なんかこれ一回はしてみたいなって感じの曲が全部詰まってる、うん、で私は何やっても嬉しかったけど、特にさ、できて嬉しい、そうできて嬉しいし、一緒にできるのも嬉しいらしいです。はい、終わります。13位、村吉さん、あ、変わらんかった。13位、村吉さん、ありがとうございます。12位、浦さん、ありがとうございます。11位、シャオタンさん、ありがとうございます。10位、ミルンクラゲさん、ありがとうございます。9位、ワンタンメンさん、ありがとうございます。8位、ちゃんとくさん、ありがとうございます。7位、ムックさん、ありがとうございます。6位、マーヤンさん、ありがとうございます。5位、キャノシーさん、ありがとうございます。4位、ハッピーさん、ありがとうございます。3位、ゲントルさん、ありがとうございます。2位、ヤシタンさん、ありがとうございます。1位、ただの魚さん、ありがとうございます。ありがとうございます。明日も夕方、明日は夕方火曜日、おやすみなさい。じゃあね、バイバイ、おやすみ、さよなら。